ゴブリンスレイヤー、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、まあいろいろ見ていきましょうか。道具屋。各アイテムには在庫数があります。まああるだろうな。まあ別にいいんじゃない？今は。工房。装備か。誰をパーティーに入れるかによって、やっぱ決めないとダメだよね。冒険者名簿から、登録どうしようかな。入れとく？とりあえず。雇っとこう。で、どうせみんな初期装備は持ってるから、装備はいいか。じゃあ、とりあえずなんか行くか。草原の、怪物退治。ギルマスが撤退すると良くないから、他のユニットは最悪死んでもいいんだな。そういうことだよね。サブストーリー以外のクエストを受注すると戦闘準備画面に進みます。はいはい。参加人数の上限は各クエストごとに決まっています。はいはいはい。主人公は強制ね。オッケー。配置、まあでも前ぐらいにいればいいんじゃないかな。姫ちゃん。まあメインメンツと、これ何人連れていける？あ、5人までか。回復担当になるのかな？一応まあ入れとくか。OK。戦闘開始。はい。バトルスタート。依頼達成のために頑張りましょう。あんまり突っ込まない方がいい気はするけど。移動。どうせ相手が突っ込んでくるだろうから、その町でいいんじゃないかな。あとなんか近距離みたいなやつばっかりだな。うち。うわ、めんどくさ。一旦離れないとダメなのか、これ。フェーズ終了。エネミーフェイス。乙女が。プレイヤーフェイス。どうすっかな。こっちからやるか。攻撃、いや、武器。はい。で、変えて、攻撃、呪文、単体攻撃を当てて、武器攻撃。呪文。回復できんのか。だったら移動して、回復しよう。どうぞ。で、移動して、攻撃。はい。OK。で、どうしよう。孤立するな。攻撃。で、ターンエンド。エネミーフェイス。あ、結構食らうな。麦。はい。
イヤーって言ってるけど。で、攻撃。えい。敵強くね？こっちの数が多いからかな。攻撃。ああ、無理か。武器攻撃。弱っ。ああ、フルか。フルで残ってんのか。エナジードリンク。で、移動して。武器。はい。で、全員やったっけ？やばい、やばい、これ死ぬ。あ、死んだ。ブギー、劉備で移動もできるけど、やばいな、ここ。こっち、はい、で移動して攻撃。あー、一個飛ばす、いけるな。消えなさい。 OK。 でこっちから移動。麦仕留めれるか。無理か？残った。移動できるな。ちょ、一旦仮面しよう。オッケー、スペース終了。ちょっと厳しいか。いや、でも相手使えない。はい。で、攻撃。オッケー、回復かけとくか。呪文。オッケー。移動。いや、通常攻撃いけるな。はい。OK。フェーズ終了。こいつら動かん気か。ちょ、固まって移動しないときついな。やるんだったらもうちょっとギルマスを守る配置にしないとダメだよね。 OK、 フェイス終了。ちょっと移動する素振りを見せたぐらいか。よし、 OK。はい、終了。お、来たね。上から来たね。使えないから、強攻撃。私のターンだ。使おう。使うべきは、今です。オッケー。はっ、初めの冒険者よ。ここ行って攻撃。攻撃はさすがに、いやー、もう使えないか。アイテムガンガン持ってった方がいいのかな。
違う。ここで攻撃。はい。スペース終了。あ、ギルマス狙うよな。敵が結構硬いな。攻撃。私のターンだ。取らない。いえ、まだその時じゃありません。攻撃。オッケー。一旦引こうか。降りてこさせよう。降りてきたところをもう囲んで、なるほど、やばい。呪文回復。どうぞ。よし、おいき使えるか。よし、はい。呪文使えないもんな。移動で回復しかないか。キャンセル。移動だけはしとこう。フェーズ終了。あ、こっちになる。うわ、マジか。やばいやばいやばい。呪文、あ、移動して攻撃。危ない。ちょ、ギルマス守ってくれ。よし、こっち行って通常攻撃。移動して、攻撃。硬すぎんかこいつ。はい、しよう。さすがに勝ったろ。おいき、おいき。依頼達成ですね。えらい硬かったな。そんなもらえんの。アイテムやっぱバンバン買っといた方がいいのか。てかゴブリンスレイヤーさんとか入ってくるとしたら、あ、メインクエスト解放。購入するにしても強化するか。ないね、ない、ないんだね。冒険者名簿、ステータス確認。普通のやつは持ってんだよな。割といろいろ不便かもしれんな、このゲーム。道具だけいろいろ買っとくか。
睡眠困難を、困難だもんな。これ、買ったやつだと強化できる。あ、強化できるね。できるけど、ないんだ。で、初期の装備とは、どうなんだろう。違うのかな。それも見ときたい。変わんないね。変わんないのか。セーブしとく？初めての経験点。7人まで参加できるけど。さっきの5人よりきついのかな。初めての経験点。あれから数日を経て、冒険書類、冒険書類、冒険書類、あなたの戦いは夜を徹して行われている。ろうそくの芯は先に力尽き、もはや肩を並べるのはペンを走らせる静かな音のみ。だがこの規則正しい旋律は嫌いではなかった。やがて窓辺から差し込む光がそーっとあなたの方を撫でる。青白いそれは四方世界の盤面、その端から投げられた最初の一束。そしてそれとは対照的な闇の中に沈んだかすかな気配。呆れた。まだ眠らないの？吸血鬼さんにそう言われるとよっぽどだな。これを終わらせないとあなたを迎え入れるのに問題が起きてしまいますからね。ただ人の社会というのはこれでどうして書類手続きと約束で動くものです。これらを怠って平然としているのは万人への冒涜と言っていい。感情論は大事ですけれど、感情だけで動くのは動物の社会ですからね。あの坊やにまた叱られても知らないわよ。怒るだろうな。大丈夫です。寝床を抜け出して夜更かしするの得意なんです。それよりもあなたの方こそ大丈夫なのでしょうか。何が？太陽、吸血鬼は陽光を意味嫌うと。じきに夜明けですが。ああ平気よ。ですが、私を日の光を浴びただけで散りやくたになる下賤な輩と一緒くたにしないでくださる？あ、ならないの？私は特別なの。太陽は、そうね、苦手というだけ。気分が悪い、それだけ。それはそれで嫌だね。それで手続きって？はい、さすがに吸血鬼を吸血鬼としてそのままとなるとはばかられる部分もありますから、ここは方便というものを使おうかと思います。種族を書き換えて、例えばダンピールとか。ダンピールって何？根血？いやよ、屈辱だわ。私は純血種なんだから。でしたら、吸血鬼と同等の力を持って生まれた白い羊膜の赤子、クルス肉などはいかがです？冗談でしょ。あとは吸血鬼に噛まれたばかりの被害者や吸血鬼になる運命の赤子ベドゴニア。やめて、いい加減にしなさい。あなた何か勘違いしてるんじゃなくて？私は誇り高い吸血鬼よ。あなたのお友達になったつもりはないわ。すみません。ああ、そうだ、契約の代償がまだだったわね。ああ、地下。あ、今ここででしょうか？ええ、構わないでしょ。いいこと、いいですね。あら、
あら。一旦ここで区切るかい。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。